遺跡の噂古橋の最新情報が完全に情緒不安定になるレベル。日本時間8月25日の20時にキックオフとなった試合でベンチスタートとなった古橋。古橋ベンチスタートってこれ遺跡の準備の可能性あるか？古橋あるかもこれ、ちょっと期待してきちゃったかも。古橋マジか、そういうこと？古橋ベンチかいよいよわからんくなってきたな。ってことはまさかの遺跡あるな。勝手に妄想始めたんだけど、して古橋は胸躍るぜ。古橋気づいたら普通に試合出てたのくさ、遺跡じゃなかったんかよ。これはさすがに残留確定ですね。むしろ監督は枝をファーストチョイスに考えてるってだけかもな。急にスタメン外れたから期待したけど試合出てるのはそういうことなんですね。遺跡史上あと1週間もないけど古橋、町田、旗手なんとか遺跡してくれねえかな。古橋の遺跡なさそうじゃん、うんちですわ。